今僕難波にいる。お、雷鳴った。今僕難波にいるんですけど、雨がねすごいんですよ。見えないか。まあ今日言いたいのはそれじゃなくて、これ自撮り棒買ったんですよ。新しい自撮り棒。もうすでに僕自撮り棒一つ持ってるんですけど、その自撮り棒ね結構重たいんですよね。まあ普通の自撮り棒っていうか軽量じゃないんですよ。だからその普段ね仕事に行く時とか、その撮影じゃない時とかに持ち歩く気にはならないんですよね。だからもっと軽いやつ、気軽にその仕事にもね、僕も一個仕事してるんですけど、その仕事に持ってけるようなね自撮り棒欲しいなと思って、このエディオン、この撮影許可この前くれなかったエディオンに買いに行きました。でね、これね、せっかくこれすごい軽いんですよ、これ。うん、あれ折りたたみ傘より軽いかな。うん、でね、せっかく買ったのちょっと一回つけてみますね、これ。これね、こうやって、これね、こんな感じ。ここに挟むんですけどね、これ。ちょっと挟みます。まあ、挟んだら見えないけどね、まあまあいいや。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。あ、危ない危ない危ない。よいしょ。ちょっと。使い方まだちゃんと分かってない。はい、装着できました。ほら、すごいでしょこれ。ほらほらほら、すごいでしょ。普通に自撮り棒として機能してる。うわー、てかこれで普通に自撮り棒いけるんだったら、もう今持ってる重い方のやついらないな。あ、すごいすごい。いやー、そう、これでね、まあ、仕事の帰りとかに急に動画撮りたくなってもね、もうこんな感じにはならないわけですね。今僕難波にいるんですけどみたいなね、こんなもうドアップにならないわけです。これからは仕事終わった後も今僕難波にいるんですけどね、こんな感じできるんですよ。このね、手でね持っても一応やろうと思えばできるんですけど、手が結構疲れるんですよね。手が疲れるし、結構揺れたりする。こうやってなんかこう、あの動画、ちょっとプチ炎上してる、クラッシュボックスのね、クラッシュ、物を壊す動画あるじゃないですか。あの動画の一番最初、その、自撮り棒でね撮ることはできなくて、なんか急に取り出したから手で撮ったんですけど、あのね最初のシーンめちゃくちゃ揺れてるでしょ。あれね、やっぱりその自撮り棒使わずに撮ってるから揺れてるんですよね、うん、だからやっぱりこのね、軽い自撮り棒は必要ですね。はい、まあそれだけです。あ、そう、今日は今日っていうか、明日、今日金曜日で、今8月30日なんですけど、8月31日の土曜日の9時から生配信しますからね、ぜひ皆さん来てくださいね。そう、毎回ね、この生配信メインのチャンネルの屋内で生配信するときはなぜかサブチャンネルで告知するんですけど。はい、それだけです。サブチャンネル見てもらってありがとうございます。雨がねすごいんですよ、ナンバー、うん、あ、九州ね大変だったらしいですね。雨、なんか油が流れてきた家があるとか、うん、まあ、サブチャンネル見てもらってありがとうございます。あ、陸路おじさんはこっちじゃないか。あ、じゃあちょっと陸路おじさんまで歩いていきます。すぐそこに陸路おじさんがあるんですよ、大阪名物のね。これちょっとあれ、よし、はい、ちょっと行きます。それだけね。はい、再生やめないでね。あ、最近ね、ここね、生食パン、高級生食パン専門店とかね、できてるんですよ。ね、あ、そしてこれ、陸路おじさんです。これね、なんかその、行列できてるじゃないですか。だからすごい、食べるの時間、食べるっていうか、その購入するまで時間がかかるような気がするでしょ。でもこれ実はね、この青い水色のなんか看板あるじゃないですか。ここを奥に行くと、2時間ぐらい前にでき作ったそのチーズケーキね買えるんですよ、ほとんど並ばずに、ね、でこっちはこの行列できてるのは出来たての熱々のやつなんですよね。けどね、その熱々のやつってこの近所に住んでる人とかホテルに泊まってる人とかだったらいいけど、だいたいね、この難波の近すぐそばに住んでる人なんかなかなかあんまりないじゃないですか。だいたいみんな電車で10分20分はかかるところに住んでるでしょ、うん、そういう人はね、こんな出来たてのやつ買ってもしょうがないんですよ。
家帰ったらもう冷めますからね。だからあの結構まあ難波から電車乗って何十分とか行く人で陸老おじさんあの食べたい人はその並ぶんじゃなくてその横のこれここ入っていってあの2時間ぐらい前に作ったやつ買った方がいいですよ、うん、そして並ばなくていいですから。ああこれちょっと見てこれちょっと買ってないからあれだけどタピルこれタピオカ食感グミ面白くないですかこれ。わあタピオカ好きの僕にはたまらないあれですね。まあでも買う気はしないかな。タピオカ食感グミだからタピオカじゃないしミルクティー入ってないし、まあこれはまあまあだな。あとこれ見てこれ一蘭ラーメン、一蘭にめちゃくちゃ美味しいですよね。これいいな。うん、まあまあ買わないけど。はい、あもうだいぶもう5分もう6分ぐらいになっちゃった。今回短くしようと思ったのにもうどんどんなんか元シワが、まあまあいいやね。もうナンバーはねいろんなネタがありますね。うん、そうそうそう。はい、はい、もうあのいい加減やめます。はい、サブチャンネル見てもらってありがとうございます。